こんにちは、エウレカです。今回はマクロス30銀河をつなぐ歌声、こちらのゲームのバンキッシュレース、まあいわゆるミニゲームってやつですね、の攻略を考えていこうと思います。というかね、もうすでにエウレカさんはバンキッシュレースすべてのコース最後の1コースを除くゴールドレコードを出しております。一番最後のコースでゴールドレコードを取ればですね、トロフィーを獲得することができますが、まあね、そこに至るまでね、それぞれのコースどういう風なねライン取りでいけばゴールドレコードが出せるのかっていうのをね、これから、撮影してまいりましたので、そちらの方で、解説していこうと思います。でね、ちょっとその説明用に撮影したものですので、これからの映像すべてがすべてねゴールドレコードになってるっていうわけではないです。皆さんでね、ご自身でプレイして微調整とかをしながら、プレイして見てみてください。ちなみにエウレガさんが使いました機体はこちらですね、 YF-29 デュランダル、バンキッシュレースということで、敵と戦うことはありません。まあ、的当てとかはあるんですけど、基本的にね、チューニングする部分ですね、武装の部分はチューニングする必要ありません。この主武装のね、命中率っていうのも、これもロックオンするわけじゃないので、命中率もね、チューンしても、影響がありません。チューンする部分は、この機体性能のスピード、ブースト、旋回の、この3つの部分ですね。基本的にはもうこの旋回に関しましては、まあもちろんね、旋回性能がいらないステージもあるんですけど、基本的にはもうこの旋回、これマックスチューニングでいいと思います。あとはブーストとスピードの部分。ステージによってはね、スピードがね、これ出すぎちゃうときありますのでね、これスピード落としちゃって、ブーストとかの方に、割り振ってあげてもいいかもしれないですね。それに関しましてはそれぞれのステージでちょっと皆さん微調整しつつ、チャレンジしてみてみてください。あとコントロールタイプね、こちらのゲーム ABC タイプっていう風に選択できるようになっておりますが、コントロールタイプは基本的に B でやっております。 A はね、なんだろう、罠でしょうか。コントロールタイプ A だとね、絶対バンキッシュレースできません。コントロールタイプ A で始めてしまった方はですね、エウレカさんと同じように途中からでも、遅くはありませんので、コントロールタイプ B に、選択を切り替えて、プレイしてみてみてください。そうしましたらこちらの機体に乗りまして、バンキッシュレースやっていきましょう。参加だな、頑張れよ。3、2、1、スタート。すごいタイムね、新記録おめでとう。参加だな、頑張れよ。次は今以上のタイムが出るって期待してるわよ。
参加だな。頑張れよ。悪くない記録だけど、もっといい記録が出せるはずよ。参加だな。頑張れよ。悪くない記録だけど、もっといい記録が出せるはずよ。参加だな。頑張れよ。次は今以上のタイムが出るって期待してるわよ。参加だな。頑張れよ。3、2
心ではなかったですけど、いいタイムでしたよ。参加だな、頑張れよ。次はもっといいタイムが出せますよ。参加だな、頑張れよ。次はもっといいタイムが出せますよ。参加だな、頑張れよ。
記録おめでとう。参加だな、頑張れよ。悪くない記録だけど、もっといい記録が出せるはずよ。参加だな、頑張れよ。スリー、
参加だな。頑張れよ。3、2、1スタート。記録更新ではなかったですけど、いいタイムでしたよ。参加だな。頑張れよ。素晴らしいタイムです。新記録ですよ。参加だな。頑張れよ。次は今以上のタイムが出るって期待してるわよ。参加だな。頑張れよ。次はもっといいタイムが出せますよ。参加だな。頑張れよ。
タイムでしたよ。参加だな、頑張れよ。悪くない記録だけど、もっといい記録が出せるはずよ。参加だな、頑張れよ。記録更新ではなかったですけど、いいタイムでしたよ。参加だな、頑張れよ。
すごいタイムね。新記録おめでとう。参加だな、頑張れよ。参加だな、頑張れよ。参加だな、頑張れよ。
心ではなかったですけど、いいタイムでしたよ。参加だな、頑張れよ。悪くない記録だけど、もっといい記録が出せるはずよ。参加だな、頑張れよ。参加だな、頑張れよ。
は今以上のタイムが出るって期待してるわよ。参加だな、頑張れよ。おめでとう。参加だな、頑張れよ。記録更新ではなかったですけど、いいタイムでしたよ。参加だな、頑張れよ。
くない記録だけど、もっといい記録が出せるはずよ。参加だな、頑張れよ。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでバンキッシュレースゴールドレコードを取ってまいりました。残り一つですね。まだまだマクロス30ね、やり込み要素がいっぱいありますので、これからプレイを重ねて、トロフィーを集めていこうと思っております。まあその中のあくまで一つですね、このバンキッシュレース。まあ一周目でね、まあこれだけ攻略することができましたので、ご紹介っていう風な感じで動画作ってみました。はい、皆さんのもし参考になれば、いいかなと思っております。では今回は以上で終了ですね。こちらのマクロス30、プレイ生放送っていうのをね、エウレカスタジオの方でやっておりますので、そちらの方もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回もご視聴どうもありがとうございました。